おはようございます。怪物くんでございます。1月18日、今5時55分になりました。555、行くしかない。今日はですね、またね、派遣の時期が始まりましたけどもね。今回2021年一発目の派遣のお仕事は、リサイクル品回収のお仕事でございます。僕はね、初めてですね。まあなんか結構大変な気はするけど、その仕事内容を見たら、車に乗ってるだけでいいみたいな。そんな楽な仕事ないだろうと思って、僕はちょっとそれで応募したんですよ。車に乗ってるだけって書いてあったんでね、記載に。なんで、これはちょっとね、簡単だなと。はい。ということで、行きましょう。リサイクルをしたら、君。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。マジで。今品川からですね、急に変わったで乗り継いで工事屋っていうところに到着しまして、今駅前なんですけどね、こんな感じか、こんな感じのところでね来て、今から現場向かいますんでね、リサイクル回収頑張ってきます。今ですね、派遣現場の近くまで来ました。いや、ちょっとね、リサイクル品なんでね、まぁ、ちょっと重いかもしれないですけどね、乗ってるだけでお金稼げるって書いてあったんで、多分、車乗ってるだけで多分お金をね、もらえると思うんですけどもね、今からちょっとね、稼いできますよ、マジで。はい、今ですね、派遣の仕事終わりまして、いやー疲れたね。今日は朝8時から15時まで1時間ですかね、リサイクル品回収のね仕事やってきましたよね。いやでもね、楽しかったですね。なんかね、仕事内容としては、その皆さんよくご存知のゴミ収集車ありますよね。ゴミ収集車のドライバーさんの隣に座ってゴミを回収していくっていう仕事内容で、いやでもね、きつかったっすね。まあ、車乗ってるだけじゃなかったっすね。車乗ってお金もらえるかなと最初思ってたんですけども、そういうのじゃなくて回収のその量が多かったですね。でもすごい丁寧に教えていただいてね、担当してくれた人がもういろいろ恋愛面も相談してもらって、本当にフランクな方で、いやでもな、すごい楽しかったですね。段ボール回収の時に段ボールをその後ろのなんだ、ゴミ収集車って後ろにプレスする、細かくする機械、よくわかんないですけど名前が、最初段ボールから後ろのプレス機に全部も詰め込むみたいなね。それでも細かくしてもらってね、でもなんかもう快感になるんですよね、本当にね。段ボールがこうくしゃくしゃにするところ、めちゃくちゃね、快感で、今日はいくらだこれで、多分6000か7000ぐらいですよね、多分。楽しかったっすね、やっぱ。じゃあそんなことで、はい、お家帰りたいと思います。